日本で最も東に位置する島、南鳥島。ここは日本で最も早い朝を迎える島です。豊かな自然と日本の海を環境と調和しながら開発利用する上において重要な役割を果たす南鳥島の魅力をご紹介します。東京の中心からおよそ 1950km 離れた南鳥島。現在一般の方の入島はできませんが、南鳥島には不定期にクルーズ船が周遊する場合があります。南鳥島は父島、母島や2013年の噴火からおよそ12倍もの大きさに拡大したことで話題となった西之島とともに小笠原諸島の一つです。小笠原諸島は世界自然遺産に認められているように実に自然豊かな環境にあります。南鳥島は一辺およそ 2km のほぼ正三角形、面積はおよそ 1.5 平方キロメートル、これは皇居と同じくらいの広さです。南鳥島は1898年に内務省令により南鳥島と命名され、現在の東京都小笠原村に所属する日本の領土となりました。太平洋戦争後はアメリカの統治下に置かれ、アメリカが命名したマーカス島という別名があります。また太平洋戦争中は軍事拠点として島全体が要塞化されました。現在も当時の戦車や統治下と呼ばれる旧日本軍の施設跡が島内の至る所に残っており、戦時下の様子を今に伝えています。ここで日本にとっての海洋とはどのようなものか少しご紹介しましょう。日本の国土面積はおよそ38万平方キロメートルで世界第61位に過ぎませんが、排他的経済水域と領海を合わせた面積は国土のおよそ12倍、およそ447万平方キロメートル、世界第6位の面積を誇ります。これは南鳥島の排他的経済水域です。南鳥島の基線を根拠とした排他的経済水域はおよそ43万平方キロメートル。これは日本の国土面積よりも大きな面積です。南鳥島は排他的経済水域などの保全及び利用に関する重要な活動拠点として特定離島に指定されており、船の係留、停泊、荷さばきなどが可能となる特定離島港湾施設が整備されています。近年の研究・探査によって南鳥島周辺海域ではレアアースデイやレアメタルの一つであるコバルトやニッケルを含むコバルトリッチクラスト、マンガン段階などの豊富な資源を有しています。南鳥島はまさに宝の島でもあるのです。また観測地点が少ない太平洋上にある気象庁南鳥島気象観測所では様々な観測が行われており、日本だけにとどまらず世界にとって大事な情報を提供しています。気象庁の職員以外には国土交通省の南鳥島港湾保全管理所の職員や、飛来する航空機の燃料搭載物資の搬出入を支援する海上自衛隊硫黄島航空基地隊の南鳥島航空派遣隊が交代で常駐しています。広大な排他的経済水域と将来の天然資源開発への期待、そして地球環境の観測の拠点でもある豊かな自然環境にある南鳥島。今日もこのかけがえのない島を守り、この島から大切な日本を守る人々がいるのです。